2018年10月22日から11月1日にかけて民主党の政治家やドナルド・トランプ大統領に批判的な著名人に向けてパイプ爆弾入りの郵便物がアメリカ合衆国郵便公社を通して送りつけられた。標的にはバラク・オバマ元大統領、ジョー・バイデン元副大統領、ヒラリー・クリントン元上院議員、元国務長官が含まれていた。 郵便爆弾が送られたその他の人物は、民主党議員3人、元司法長官のエリック・ホルダー、元 CIA 長官のジョン・ブレナン、元国家情報長官のジェームズ・クラッパー、億万長者の民主党支持者、活動家2人、俳優のロバート・デ・ニーロである。また CNN 宛てのものも一つあり、その世界本部に送られた。連邦捜査局と、その他の連邦、州、 地元の法執行機関は計画された爆撃を捜査した。送られた16個の爆弾はすべて即席爆発装置だったが、どれもトリガー機構が備わってなかった。制御海外で爆発したものはなかった。容疑者のセザール・アルティエリ・サヨック・ジュニアは10月26日にフロリダ州で逮捕され、保釈なしで拘留され、翌週に5件の連邦犯罪で起訴された。 FBI はこの事件を国内テロリズムとして捜査した。2019年3月21日、左翼区は国内テイロ未遂事件で大量破壊兵器を使用したことを含む65件の重罪を認めた。彼は2019年8月5日に最長20年の懲役刑を宣告された。仮釈放の資格を得るのは最短でも2035年11月10日である。 初めて爆発物が発見されたのは、ニューヨーク州カトナにある民主党支援者のジョージ・ソロス宅の郵便受けであった。ソロスは以前より過激な右翼による陰謀論の槍玉に挙げられ、脅迫も受けていた。ソロスは発見当時不在であった。爆発物は発見した使用人によって雑木林へと運ばれ、警察の爆発物処理班によって安全に爆発させられた。 元国務長官のヒラリー・クリントン宛ての郵便爆弾がニューヨーク州チャッパクアでシークレットサービスによる郵便検査中に発見された。ニューヨーク州選出の元上院議員でビル・クリントン元大統領のファーストレディでもある彼女は2016年の大統領選挙でドナルド・トランプと争っていた。バラク・オバマ元大統領宛ての郵便爆弾がワシントン DC で シークレットサービスによる郵便検査中に発見された。さらに爆発物と思われる小包みがニューヨークのタイムワーナーセンターの郵便室で発見され、それは元 CIA 長官のジョン・ブレナンに当てられていた。CNN は小包みが宅配便で配達されたものであると当局が述べたことを報じた。ブレナンは2018年2月から NBC ニュースとサハの MSNBC で上級国家安全保障及び情報アナリストを務めていたが CNN にも出演していた爆弾警報はポピーハーローとジムシットが出演する CNN ニュースルームの放送中に発生した同僚のケイト・ボルドゥアント・アテナ・ジョーンズと共にハーローとシットは建物から避難したが携帯電話回線を介して スカイプ経由で報道を続けた。会員議員のマキシン・ウォーターズ宛ての爆発物らしき、小包も合衆国議会警察によって発見された。ウォーターズ宛ての別の不審物も,も発見され、ロサンゼルスの優勢公社施設では避難する騒ぎとなった。元司法長官のエリック・ホルダー宛ての爆弾も存在したが、住所が間違っていたため、差出人として記載されていたフロリダ州サンライズの 元民主党全国委員会委員長で、会員議員のデビーはスサーマンシュルツのオフィスに届けられた。早朝に、ニューヨーク市トライベッカで、俳優、プロデューサー、映画監督のロバート・デ・ニーロ宛ての爆発物が彼の会社のトライベッカ・プロダクションズを介して発見された。デ・ニーロはトランプの批判者として知られていた。当局はまた、デラウェア州、ニューキャッスルで、 ジョー・バイデン元副大統領のフルネームのジョセフ・ロビネット、バイデン・ジュニア宛ての小包みを発見した。これは料金不足のために郵便局に返送されていた。デラウェア州ウィルミントンの施設では、バイデン宛てであるものの住所が間違っている別の小包みが発見された。マイアミデード警察と連邦当局は小包みのいくつかがフロリダ州。 オーパロッカの郵便処理及び配送センターを通過したものと睨み、証拠を探すために爆弾処理班と K-9 ユニットが起用された。当局はこれまでと同様の4つの小包みを発見した。ニューヨーク市の郵便施設では元国家情報長官のジェームズ・クラッパー宛て、フロリダ州の郵便施設では上院議員のコリー・ブカー宛てのものが発見された。さらに当局は カリフォルニア州サクラメントで上院議員のカマラ・ハリス、カリフォルニア州バーリンゲームでトランプ弾劾を求める民主党支援者の億万長者のトム・ステイヤー宛ての爆発物を発見した。CNN 社長のジェフ・ザッカーは CNN センター宛ての不審物がジョージア州アトランタで発見されたことを局員に警告した。ジムシュットは Twitter に小包の写真を投稿し、そしてそれは 他のものと同様であった。以前に CNN に送られた他の二つとは異なり、それは特定の人物宛ではなかった。CNN とその局員はトランプ大統領によって頻繁に批判されていた。ステイアーテの第二の不審物がバーリンゲームの郵便施設で発見された。すべての小包みの送り主欄にはデビーはサーマン・シュルツカイン議員の名前と彼女の フロリダの事務所の住所が書かれていた。ニューヨークタイムズによると、ソロスタックに送られてきた装置は爆発性の粉末で満たされた長さ約6インチの PVC パイプで構成されていた。それは爆発物処理の技術者によって爆発させられた。当局は10月24日に回収された装置にはガラスの破片が詰め込まれていたと発表した。警察は、 記者団にクリントンとオバマに送られた装置はソロスのものと作りが似ていると発表した。AP 通信によると警察はパイプ爆弾と共に CNN に配達された封筒の中に入っていた白い粉はテストの結果使用不可能であると発表した。爆弾には加工品の粉末が含まれていたが起動装置がなかったため FBI は 潜在的に破壊的な装置と説明した。当局は AP 通信に対し装置にはバッテリーとタイマーが含まれているが開けた時に爆発する仕組みではなかったと語った。当局は装置が単に粗雑に作られていたのか、それとも恐怖心を煽るための脅しなのか判断中であると述べた。容疑者逮捕後の記者会見で FBI 長官のクリストファー・レイは爆弾を 即席爆発装置であると説明し、偽物ではないと述べた。すべての爆発物は、気泡干渉剤で包まれて、黄色のマニーラブートーで送られた。それぞれには印刷された住所ラベルと6枚の無額面切手が貼られ、変装住所は、フロリダ州サンライズのデビーワスサーマン、シュルツカイン議員の事務所となっており、そのすべてで、シュルツが、シュルツ、フロリダが、 フローレズと同一のスペルミスであった。ラベルは全て大文字で入力されていた。包みには、スタンドアップコメディアンのラリーザケーブルガイの、キャッチフレーズ、ギット、ER、シックドーンの刻印がついたアイセルの旗の、ミームパロディが貼られていた。CNN に送られた小包みの写真は、スタッフのジムシュットとジムワコスタによって、ツイッターに投稿された。FBI は、 シークレットサービス、アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局、郵便検査サービス、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミーコールデート、アトランタの警察、及びその他の法執行機関の協力を受けて、捜査を主導した。郵便公社のメールアイソレーションコントロールトラッキングシステムで撮影された封筒の画像が、捜査の一環として調べられた。 郵便爆弾の包みのいくつかは調査のためにバージニア州クアンティコの FBI 研究所に送られた。包みの一つで見つかった指紋と二つに付着していた DNA により左翼が容疑者として浮上した。彼は南フロリダの郵便局近くの監視カメラで識別され彼の携帯電話を追跡することで発見された。彼は フロリダ州プランテーションのオートゾーンの駐車場で逮捕された。10月26日、セザール・アルティエリ・サヨック・ジュニアは一連の爆弾事件の容疑者として逮捕された。サヨックはニューヨーク市ブルックリンクで生まれ、フロリダ州で子供時代を育った。父はフィリピン人移民、母はブロンクスク生まれのイタリア系である。サヨックは幼少期に母と共に 父から捨てられた。1980年にノースマイアミビーチ高校を卒業した。彼はその年からブルバード大学に3学期が良い、1983年にノースカロライナ大学シャーロット校に転校する。そこで彼は学校のサッカーチームでプレーしたが、先行はなかった。左翼の最後の基地の住所はフロリダ州アベンチュラにある母の家であったが、 逮捕時はバンに住んでいた。サヨクには多くの犯罪歴があった。2002年に彼はフロリダパーライトへの爆弾脅迫を行ったことで有罪となった。彼はまた1991年、2013年、2014年にも窃盗、暴行、麻薬所持などの容疑で何度も逮捕されていた。州の記録によるとサヨクは 現在未活動のハランデールビーチの2件の事業に関連していたとされている。サヨックの家は2009年に差し押さえられ、2012年に2万千ドル以上の借金を抱えた後に破産を申請した。サヨックはボディビルダーであり、ステロイドを乱用していた。彼は地震の経歴について多くの嘘の主張をしていた。彼は2014年の先生証言で AC ミランでサッカー。 アリゾナラトラーズでアリーナフットボールをプレーしていると主張したが、両チームはこれを否定した。彼は人気のストリッパーでストリップクラブの所有者であり、チッペンレールズのパートナーであると主張したが、同団体は彼はそこで働いたことはなく、一切関係がないと回答した。2012年の破産時に、サヨックはフロリダ州ハリウッドの発散コインベストメンツの 店長として雇われていたと述べた。2017年1月から2018年1月まで、彼は、ホートローダーデールでピザ配達の仕事を、パートタイムで行っていた。逮捕時には、ウェストパームビーチのストリップクラブで、DJ 兼、ドアマンとして働いていた。左翼は、共和党員であり、2016年3月4日に、登録した。 サヨックはトランプ大統領の集会の一つで、マガボーをかぶって自撮りした。サヨックは、ツイッターとフェイスブックで活動しており、2016年以降は、極端な見識で知られ、トランプ支持や、反リベラル的なメッセージやミームのほかインフォウォーズ、ワールドネットデリー、ブライトバートニュースの右翼的陰謀論や物語を、頻繁に投稿した。サヨクの番は逮捕と同時に当局によって、 押収された。バンの窓は、ドナルド・トランプと副大統領のマイク・ペンスの写真、CNN サックスと書かれたステッカーで覆われていた。他には、歴史的にフロリダを拠点としたネイティブアメリカンである征服されなかったセミノールを支持するポスターも貼ってあった。左翼は、アメリカ先住民の遺産を誇らしげに主張していたと報じられたが、フロリダ州のセミノールは、 彼が部族の一員だった記録はないと述べた。番にはさらに、ヒラリー・クリントン、バラク・オバマ、サハのドキュメンタリー作家のマイケル・ムーア、サハの CNN コメンテーター、司会者のバン・ジョーンズ、2016年の緑の東大統領候補のジル・スタインの顔に、小准十字線を当てたデザインのステッカーも貼られていた。ムーアは11月2日のデートナイトウィズ、 セスメイヤーズでサヨックのコンピュータに彼がムーアを細かく調べていた記録があったことを FBI から伝えられたことを明かした。報道によるとハンダゴテ、切手、封筒、紙、プリンター、粉末がサヨックのバンで発見され彼が爆弾を作った可能性があることが示唆された。当局は記者団にサヨックのバンには100人以上に及ぶ標的リストがあったと発表した。 当局はリストに載っている人々にこれを知らせたがその名前は公表されなかった。左翼クは爆弾は無害なものであり誰も傷つけるつもりはなかったと当局に語ったと報じられた。ジョージ・メイソン大学の法学教授で系統研究所の学者であるイリア・ソミンは2018年4月に Facebook で左翼クから脅迫を受けていたことが報じられた。左翼クは ソミンとその家族を殺害し、遺体をフロリダワニの餌にすると述べていた。当時、ソミンの Facebook の友人はコメントを Facebook に報告したが、自動メッセージ以外には反応しなかった。ソミンはまたこの事件を、ジョージ・メイソン大学警察とアーリントン軍の法機関に報告した。民主党の戦略家のロシェル・リッチーも10月1日に、左翼から、お前が家を出るたびに、 お前の愛する人を心から親しみを込めて、ハグしてやろうという脅迫ツイートを受け取った。ツイッター側は当初はこれに対応をしなかった。サヨックのアカウントは、彼の逮捕後に永久に停止され、ツイッターの代表者はリッチーに謝罪した。逮捕後、サヨックは、爆発物の習慣輸送、爆発物の違法な輸送、元大統領及び、その他の特定の人々に対する脅迫。 週刊通信への脅迫、連邦政府職員への暴行の5件の連邦犯罪で起訴された。起訴はニューヨーク州南地区連邦検事局の連邦検察官によって行われた。スティーンワの検察官は、サヨックが所有する電子機器には2018年7月に攻撃を計画し始めたことを示すデータがあると述べた。サヨックは2018年10月29日にマイアミで 在場認否され、彼の国選の弁護士は無罪を主張した。その3日後、裁判のために、ニューヨーク移送が命じられた。2018年11月6日、ニューヨークの判事は、左翼をメトロポリタン強制センターで保釈なしで、拘束するように命じた。2019年3月21日、左翼は、 国内定路攻撃未遂で大量破壊兵器を使用したことを含む65件の罪を認めた。左翼は法廷で脅迫または威嚇目的で16個のすべての装置を送った。これらの行動が間違っていたことを理解していると述べた。左翼はまた爆発させるつもりはなかったが爆発のリスクを認識していたと述べた。二千十九年八月五日、左翼に 懲役20年の判決が下された。裁判で判事のジェドエスラコフは爆弾は爆発したり誰かに損害を与えたりしないようにとして設計されたと述べた。爆発物の専門家は左翼の小包みが爆発するように作られていないことに同意した。判決でラコフは左翼は爆発するパイプ爆弾を作る能力があり。 意識的にそうしないことを選択したと結論付けたと述べた。2019年7月22日、弁護側の提出書類でサヨックの弁護士は、彼が大不況で全てを失った認知障害と重度の学習障害がある父親から捨てられ、カトリック学校の教師に性的虐待を受けたと記した。彼らはサヨックが不安と妄想に苦しみ、 著名な民主党員が自分を傷つけるために積極的に働いていると信じるようになったと述べた。彼らはさらに、左翼が熱心なフォックスニュースの視聴者であり、ソーシャルメディア上で様々な陰謀論、具体的にはトランプの批判者は危険で愛国心がなく邪悪であるという考えを宣伝したと述べた。裁判で左翼は爆弾を郵送する前の考えは当初は リベラルな左翼の暴力プラットフォームをやらげる方法だったと述べた。彼は著名な民主党員が暴力を助長していると信じており、個人的に攻撃されたと述べた。2020年10月22日時点で左翼はマリオン連邦刑務所で20年の懲役刑に服している。彼の仮釈放は最短でも2035年11月10日である。メディアを再生する。 ホワイトハウスで民主党への郵便爆弾を非難するトランプ大統領、ヒラリー・クリントンは小包を食い止めたシークレットサービスに感謝し、フロリダ州下院議員候補のドナシャレーラの政治イベントで私たちは毎日彼らの献身に感謝していますが、今日以上のことはありません。ですがそれは厄介な時代であるからでしょう。深い溝がある時代だからこそ、 国を一つにするためにできることは何でもしなければならないと述べた。ジョン・ブレナンはトランプのレトリックを直接指摘し、現在潜在的な暴力行為に流れ込んでいるこれらの感覚や感情を煽っている。残念ながらドナルド・トランプはあまりにも頻繁に暴力行為を指したり、マスコミやメディアの誰かに向かって振りかざしたりする際に暴力ではないにしても、 怒りの感情を刺激するのに貢献してきた思われると述べた。いくつかの報道では、クリントンやウォーターズといった郵便爆弾の標的となった人々の一部は、トランプが自身のキャンペーン集会で常々攻撃してきた人々、彼のお気に入りのサンドバッグであると指摘した。ニューヨーク市長のビルデ・ブラシオは、郵便爆弾はテロ攻撃であり、 すべての政治家はメディアへの攻撃を推奨することをやめなければならないと述べた。バイデンはこの事件について我々はこの憎しみの機会を停止させなければならないと述べた。ワッサーマンシュルツは我々はこの暴力行為に脅かされることはない。この民主主義への不愉快な攻撃は積極的に告発されなければならず。そして果たしは私の名前が このようなことに使われて深く心を乱されていると述べた。ウォーターズは爆弾が本物かどうかはわからないが、ベッドの下を這い回ったり、ドアを閉めたり、外出をやめたり、集会に行くことを恐れてはならない。この国を良くするために我々はしていることを続けなければならない。それが私がやろうとしていることであり、若者たちが言うように私は恐れないと述べた。 トランプ大統領の反応トランプは事件の真っ最中の10月24日にウィスコンシン州モジニーで中間選挙のキャンペーン集会を開催した。彼は事件について次のように語った。知っての通り大統領としての私の最大の義務はアメリカの安全を保つことだ。それが我々が言うべきことだ。それが私たちがやるべきことだ。連邦政府は 積極的な捜査を行っており、責任者を見つけ出して裁判にかける。うまくいけば非常に迅速にだ。政治的な暴力行為や脅迫は我々の民主主義そのものへの攻撃だ。政治的な脅迫、強制、支配の方法として暴力や暴力的な脅しを容認する国は成功できない。我々は皆それを知っている。そのような行為は厳しく非難され、 しっかりと起訴されなければならない。我々は全ての側が平和と調和の中で一つになることを望んでいる。我々にはそれができる。我々にはそれができる。我々にはそれができる。それ,きるそれは実現するだろう。翌日、トランプはツイッターで主流メディアこそがアメリカ社会に存在する怒りの主な原因であると主張した。彼のコメントは ホワイトハウス報道官のサラ・ハッカビー・サンダースにより、繰り返され、彼女は、トランプは国民に団結を促し、政治的暴力行為や脅迫はアメリカでは、通用しないという非常に明確で強い紛れもない、メッセージを送ったと述べた。サンダースは、その後、CNN 社長のジェフ・ザッカーの発言を攻撃し、攻撃と分断を選んだと主張した。またトランプは10月24日に、 メディアに対し、面白いことに、評価の低い CNN などは私を自由に批判し、爆弾の現状を非難し、911事件や、オクラホマシティの爆破事件と、この一件の馬鹿げた比較をし、そして、私が彼らを批判すると彼らは、暴れて、大統領らしくない。と叫ぶのだとツイートした。トランプは、犯人逮捕から1時間後に若い保守派の、 黒人グループの集会に現れ、当局による迅速な行動を称賛し、迅速かつ確実な正義を約束した。続いて彼は、政治的暴力がアメリカに根付くことを決して許してはならない。絶対にそれを起こしてはならない。私は大統領として全力を挙げ、今すぐそれを止めることを約束すると述べた。その発言から数分後、彼は、 民主党とメディアを攻撃し、群衆の歓声に答えた。その日の午後、彼は、記者団に攻撃は、自分の責任ではなく、別に何もする計画もないと述べた。郵便爆弾事件を、受けてレトリックを和らげるかどうかを尋ねられた。彼は、トーンダウン、いや、トーンアップできる。もしあなたが真実を知りたいのならば私は、トーンダウンしていると思うと答えた。 10月26日、トランプは民主党政治家及び自身の政策の批判者を標的としたパイプ爆弾のニュース報道が他のニュース記事を渦漏れさせ中間選挙での共和党の投票を鈍らせたと主張した。彼は共和党は期日前投票と世論調査では非常に好調で、そして今この爆弾のようなことが起こってしまい勢いは大幅に衰え、 ニュースは政治について取り上げない。とても残念なことだ。怒っていることは、とツイートした。CNN のジェフ・ザッカー社長は事件について、ホワイトハウスはメディアへの継続的な攻撃の深刻性について完全に理解が不足している。大統領、そして特にホワイトハウス報道官は彼らの言葉の重要性を理解する必要がある。そしてこれまでのところ、 彼らはそれを理解していないと述べた。ザッカーは後に CNN の建物に送られたすべての荷物は社外でチェックされていると述べた。さらに CNN は爆弾事件は同じ週に起こったピッツバーグのシナゴーグ銃撃事件とケンタッキー州ジェファーソンタウンのクローガー食品店銃撃事件と並ぶ3つの造語犯罪の1であると報じた。事件の報道を受けツイッター上では トランプの2016年のキャンペーンスローガン、マガを参照した、ハッシュタグ、マガバンバーが流行した。事件は、偽旗作戦の一部であり、攻撃は、トランプ支持者に責任を負わせたがっている人々によって、実行されたという陰謀説が唱えられている。事件の初動報道の段階で、コラムニストのカート・シュリヒターと、陰謀論者、ラジオホストのアレックス・ジョーンズといったウハラは、 事件が偽旗作戦であり、とても都合の良い展開であり、潜在的な政治的扇動であると主張して、インフォウォーズを通じて、ソーシャルメディアの投稿や記事を発表した。事件についてのより多くの情報が入ると、コメントの多くは削除された。陰謀家によって始まった偽旗作戦説は、その後一部の主流の保守派によって取り上げられた。コメンテーターのラッシュリンボーは、 共和党員は事件に責任がなく、共和党員はこの種のことはしない。大量殺人といったあらゆる事件が起こるたびに思い出せるのはメディアの民主党員たちはティーパーティーがやった、ラジオのファンがやった、フォックスニュースの視聴者がやったとすぐに思わせようとする。結局のところ、決してそうではなかったと述べた。さらに貧乏は加害者が民主党の工作員だ。 至るところにボートがいるように見せかけようとしていると根拠のない主張を展開した。偽旗陰謀説を広めようとした他の右派コメンテーターにはアン・コールター、ディネシュ・ドスーザ、マイケル・サベジ、ジェームズ・ウッズ、フランク・ガフニー、キャンディス・オーウェンズ、ローラ・ルーマーがいる。ありがとうございます。